内海竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、カードとココ診療所、院長内海竹尾と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に出す小話を、毎朝5時50分、1 0分程度で配信しています。たまやさこジャンカーライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、昨日から始まりました。 えー、結核呼吸器感染症予防習慣かなはい。にちなんでですね、今週は、あの、結核に関するお話をさせていただいております。えー、日曜日から始まって、今日で4回目かないうことになりますけれども、毎週水曜日はですね、こういうの書評ということで、えー、今日は結核関連の書籍をご紹介してみたいと思います。えー、題してですね、結核病棟入院日、入院日記っていう、 ですね。これ、キンドル本なんですけれども、はい。をご紹介してみたいと思います。えっ、ー、と、書かれた方が、モイラさんとお読みするんですかね。あの、全然作家さんとかではなく、あの、全く一般の方だと思うんですけれども、はい。っていう方の書籍、キンドル本をご紹介してみたいと思います。えっ、ー、と、ちょっと、ま、今回のね、放送するにあたって、結核関連のね、一般の方向けのね、書籍いいのないかなと思って、特にね、その、結核病棟の リアルを書いたのないかなと思って、ちょっと探してみたんですけれども、いくつかね、まあ、キンドロンも含めてあったんですけれども、これがね、一番、なんていうか、あの、如実に書かれていて、しかも、あの、キンドロアンリミテッってだったら無料で読めますんでっていうので、これをチョイスしてみました。はい。で、私自身もですね、実は、結核の診断とかですね、治療したこと全然あるんですけれども、結核病棟のね、 勤務歴ってないんですよね。あの、結核病棟に入ったこととかはあるんですけれども、あの、結核の診断をしてですね、実際にその、患者搬送についていったりとかして、えー、結核病棟までお連れしたとかっていうことはあるんですけれども、ただ、実際のね、勤務はしたことはなくて、あの、でも、まあ、こんな感じなんだろうなっていうのが非常によく伝わる、あの、近代本だったかなというふうに思います。はい。えー、なので、まあ、普通のね、ちょっと書籍と違って、ちょっと、あの、 そのまま、なんていうか、私もね、i n d l e 本出版してるんでわかるんですけれども、解体つがそのまま上がるっていう形になっているので、この目次もですね、非常に細かい目次になっていて、えー、あ、ちなみにですね、この方、その肺結核っていうふうに、えー、診断されて、その、そこから入院してっていうところの流れになるんですけれども、 えと、まず、精密検査っていうのから始まって、精密検査、外来での検査からの入院っていう形になっていって、で、あとは入院1日目、2日目、3日目、4日目、5日目みたいな感じで、ずっと入院の記録をね、書いておられて、最終的に、えっ、ー、と、何日目だったかな、入院の、えっ、ー、と、92日目の単位までを、毎日毎日、こう、日記みたいな感じで記したっていうような、そんな感じの記録になってます。はい。 えー、で、えっ、ー、と、何が良かったかってですね、いくつか良かった点あるんですけれども、一つ目はですね、本当に、あの、この今日の放送のタイトルにも上げさせていただきましたけれども、結核病とのリアルが書いてあるなっていう感じがしました。まあ、あの、この入院された時期はね、2010年だったかな。そうですね。2010年っていうことで、今から約10、 4年ぐらい前なんですけれども、でも今でもね、まあこういう感じの治療っていうか、まあ入院形態は捉えているのは間違いないですし、あと治療に関してもですね、あの、抗結核薬って、あの、結核に対するお薬って、ちょっと普通のね、抗菌薬と違って特殊なんですけれども、それもですね、あの、治療も今と本当に同じなんですよね。はい。っていうので、非常にね、こう、まあ結核で、今でも入院するとこんな感じになるよなっていうのがリアルに書かれているかなというふうに思いました。 いやあと2つ目としてはですね、そのまあ、コミュニティみたいな、そのまあ、やっぱり入院してくるとですね、あの特に長期入院になるとですね、企、ま、画、あ、以外の病気でもです、ね、あの患者さん同士のやり取りとかです、ね、あの患者さんが、新しい患者さんが入院していきたいとか、あとは入院してる患者さんが退院したいとかっていうことで、こういろんな人間模様が、ね、見られるんですけれども、それが、ね、あの非常にリアルに書いてある。 点もいいかなというふうに思いましたし、あとは医療者との関係ですね。あの、はい。まあ、ちょっと、詳しくは読んでいただけたらと思うんですけど、いろんな看護師さんとかですね、あと主治医の先生みたいなのが出てくるんですけれども、その主治医の先生に対するこう思いとかですね、あ、まあ、主治医というか、まあ、主治医はね、ちょっと実はその上にもう一人いるんですけれども、何人かの体制で見られていて、みたいな感じになっていて、その、その人、それぞれの 特徴みたいなのとかっていうのも書いてあって、まあ、あのそうだよなとかですね。あとは、この方が入院されていたのがちょうど年度またぎで、えー、その人が入れ替わる時期、新人さんが入ってきたりとかですねあの、ベテランさんが辞めたりとかですね、そういうような時期なので、そこら辺のね、こう患者側から見える医,医療者の視点みたいなのもあって、非常にね、面白いなというふうに思いました。はい。 で、あとはですね、まあ、結核関連っていうことで行くとですね、やっぱりね、抗結核薬の副作用とかですね、あとは、えっ、ー、と、抗結核薬ってね、副作用、あの、特有の副作用もありますし、あとは、その飲んでると出てくる、その皮膚の問題、まあ、皮あの、薬脂っていうふうに言うんですけれども、そういうのが、まあ、実際に起こっていてですね、で、それに対してどういうふうに対処していくかとかっていうのは、まあ、かなりリアルに、まあ、てか実際の話を書いてあるんで、あの、リアルに書いてありますし、 あとは、退院に向けてですね、えー、の心境とかですね、えー、いうのもあたそう、診断の時のの、ね、心境もそうですし、まあ、退院に向けての心境っていうので、この心の動きみたいなのを、この入院の中でこう移り変わっていく様もね、非常にね、こう、妙術に書かれているので、その辺もね、非常に読み応えがある書籍かなというふうに思いました。はい っていう感じですかねで、えー、ただまあ、これ、ちょっとね、Kindle 本の、まあ、デメリットっていう点ではあると思うんですけれども、やっぱりね、ちょっとね、5字がちょいちょいあるかなっていうのと、あと、これ、この話、いつ回収するのかなと思ったら、回収されずに終わったかなとかっていうのがいくつかあって、これちょっと僕の読み忘れではないと思うんですけれども、あれ、その後どうなったみたいなのがちょいちょいありましたけれども、でも、あの、おおむね、あの、非常にこう、リアル。 が書かれているなというふうに思いましたので、あの、ぜひね、これ、えっと、キンドルを、アマゾンのキンドル本だけでしか読めないんですけれども、キンドルを読める方は、あの、キンドル、特にキンドルアンリビテッドに入っておられる方はあの、無料で読みますので、 あの、ご覧いただけたというふうに思いますし、まあ、この放送で、えっと、その4日目になりますけれども、やっぱりね、結核に対する誤解とか偏見ってね、まあ、この方も持っておられたと思いますし、まあ、今ではね、あの、多くの方はね、結核のことって、すごいね、誤解してると思うんですね。だから、そういうの、の誤解を解くという意味合いでも、の書籍ね、役に立つんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、えー、今日は、えっ、ー、と、この、 田さんの書かれた結核病棟入院日記をご紹介させていただきました。はい。ということで、じゃあ最後、新進じゃんけんにいきたいと思います。いきますよ。えん新進じゃんけんじゃんけん。ぐ。ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手はないかの竹けでした。興味しん